今回はビートたけしさんと不仲である4人の芸能人、著名人について解説していきます。寛大で豪快な性格のたけしさんですが、犬猿の仲である相手も少数ながら確認できました。それではどうぞ。島田紳助、最初にご紹介するのは元芸人の島田紳助さんです。彼との不仲の原因は主に2つあります。性格の不一致と細川文江さんへの発言です。紳助さんといえば歯に衣着せぬ痛烈な物言いで名司会者へと上り詰めた方ですよね。鋭いツッコミや指摘によって幾度となく様々な番組を盛り上げてきました。しかしこのスタイルは時に高圧的とも受け取られていたようです。カメラが回っていない時やスタッフに対しても同様の態度をとっていたと聞きます。それゆえ紳助さんのスタンスは人によってかなり好みが分かれていたんです。彼に限らず過激な発言を繰り返す人が好きではないという方もいらっしゃるでしょう。それはたけしさんも例外ではなく、紳助さんと親交のあった明石家さんまさんに対してよくあんなやつと付き合っていられるなとこぼすなど、かねてより印象は悪かったのだと思われます。両者の亀裂を決定的にしたのは戦術の細川文江さんの件かと思われます。一言で表すと間接的に自身の審美眼をバカにされたという出来事です。紳助さんが司会を務めていたバラエティ番組にて細川さんの卒業アルバムが公開されました。人気絶頂のグラビアアイドルの学生時代とあって番組は大いに盛り上がったようです。しかし当の本人はそれを知らされておらず、突然自身の過去が全世界にさらされるという事態に猛反発しました。彼女の怒りの矛先は紳助さんに向けられ、プライバシーの侵害であるという強気の訴えが飛び出します。紳助さんも最初はそういう企画だからと優しく流していましたが、必要な追及に堪忍袋の尾が切れたのでしょう。やかましいわ、大して可愛くもない面構えしとるくせに乳出して客集めとるクソアマがと啖呵を切り返したのです。文脈を無視してもなかなかな発言ですが、たけしさんはこれに激怒しました。それもそのはず、当時彼と細川さんは愛人関係にあったと噂されていたのです。そんな相手に先ほどのような言葉をかけられたとあっては怒るのも当然でしょう。たけしさんにしてみれば、お前は胸しか取り柄のない女を愛人にしている男だと告げられたも同然なのですから。そんな事情もあり、たけしさんから紳助さんに対する好感度は底をついているものと考えられます。有吉弘行、次に紹介するのは有吉弘行さんです。たけしさんとの間にこれといったエピソードはなく、良くも悪くもない関係であると長年認識されてきました。しかし有吉さんの結婚報道に対するコメントがあまりにも辛辣だったことで不仲を疑われています。有吉さんの結婚報道があった直後の新情報セブンデイズニュースキャスターにて、たけしさんはこの知らせに対し、猿岩石だろ、俺猿岩石しか知らねえもんと食ってかかりました。その後も、えらいすごい、幸せにって言わなきゃいけないんだろ、人の幸せなんて大嫌いだもん俺と厳しいコメントを連続し、同じく司会を務めていた安住紳一郎アナウンサーを困惑させました。冗談だとしてもさほど深い間柄ではないはずの相手にここまでの言葉をかけるのは、有吉さんに対してあまりいい印象を抱いていないからではないでしょうか。猿岩石の頃といえばご本人も急速なブレイクによりいい気になっていたと反省していた時期です。当時の悪い印象や行動発言がたけしさんの中では未だに深く根を張っているのだとも考えられます。現状では特に有吉さんからの反応やコメントはありませんが、結婚報告というめでたい出来事に対して業界の大先輩からここまで強く当たられた彼の心情は押して測るべきでしょう。今後のテレビにおいて2人が同じ画面に映る日が来るといいのですが、桑田佳祐、サザンオールスターズのボーカルとして名高い桑田佳祐さんもたけしさんと一触即発の状態にもつれ込んだことがあります。桑田さんが作った映画稲村ジェーンの評論をめぐって激論が繰り広げられました。1990年に公開された稲村ジェーンは同年度の収入ランキング第4位かつ観客動員数350万人と大ヒットした映画です。サーファーたちの恋愛模様を描いており、一部突飛な展開こそあるものの観客からの反応は上々でした。しかしたけしさんはこの映画を酷評しています。自身の映画評論本仁義なき映画論において、半分も見ないうちに逃げ出したくなっちゃってこんなに長く感じた映画は初めてだねと述べているのです。実際はこの後に専門的な批評が繰り広げられており、音楽映画なのに邪魔なセリフがありすぎて音楽を殺している、音楽と絵を中心にした方がインパクトの強い作品になると桑田さんの強みを生かせるようなアドバイスもしていました。されど悪い部分だけが伝わってしまうのは世の常です。先日の半分も見ないうちに逃げ出したくなっちゃってこんなに長く感じた映画は初めてだねという発言だけが桑田さんの耳に入ったのでしょう。彼は週刊誌の紙面上にて、感性が低いから若者の気持ちが分かっていないと反論し、両者の関係は緊張状態に陥りました。ですが時間が経ったことで2人の態度も徐々に軟化していったようです。たけしさんは自身が司会を務める TV タックルにおいて天才だと思うアーティストはとの質問に
に対して真っ先に桑田さんの名前を挙げ、その才覚を絶賛していました。一方の桑田さんもミュージックステーションにて当時の新曲メンチカツブルースにお笑いビッグ3の名を入れたと述べ、弾き語りでタモリさんに以下のような歌詞を披露しました。俺が三枚焼いたのは一度竹しかねえ、魚釣れたら添える網はタモリじゃねえ。20年以上の時が経った今、二人は互いの才能を認め合っているようです。これから共演や対談などをする機会があれば、ぜひとも実現してほしいですね。菅野美穂、女優として息の長い活躍を続ける菅野美穂さんですが、北野作品での演技をめぐってたけしさんを激怒させたことがあるようです。たけしさん本人から OK が出ているにもかかわらず、何度もリテイクを要求していたと噂されています。2010年に公開された映画ドールズにおいて菅野さんは主役を務めていました。この時メガホンを取ったのがたけしさんなのですが、戦術のように演技に強いこだわりを見せる菅野さんに辟易していました。彼は自身の作品について演者から口出しされるのを好まない人です。これは菅野さんが相手だからという話ではなく、自分の思うように映画を作りたいという意思の表れなのでしょう。アウトレイジビヨンドの撮影時、演技にこだわりを見せた中尾彬さんを予定より早く本編から退場させたと自身のラジオ番組で笑いながら話していたことからもそれが伝わってきます。またアウトレイジビヨンドでそのような手法を取れたのは中尾さんが脇役を演じていたからという事情もあります。ドールズでの菅野さんは主役であるため同じ手段は使えず、たけしさんが鬱憤を爆発させてしまったのだと思われます。演技に熱が入るのは役者として当然ではありますが、作品の趣向を決めるのはあくまで監督です。ましてたけしさんは監督の指示に口を挟むようなやつは二度と使わないと以前から断言しています。菅野さんはそのことを失念していたのかもしれませんね。津川雅彦、次に紹介するのは俳優の津川雅彦さんです。芸人と役者では活躍の場がまるで異なりますが、お二人の因縁は病院にて始まりました。逸見雅隆さんというアナウンサーの手術に津川さんが無許可で立ち会ったのです。本題に入る前にまずは逸見さんについて少し触れておきましょう。彼は80年代後半から90年代にかけて人気を博したフリーアナウンサーです。司会は逸見、それは私ですというキャッチフレーズを耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。その実直な人柄とどんな仕事もこなしてみせる器量で、所属や職業を問わず様々な人から愛され信頼されていました。逝去の際にはたけしさんやしんすけさんといった大御所の方々が人目もはばからず号泣していたほどです。逸見さんはたけしさんとかなり深い親交があった方でした。司会、実況、報道と多方面で活躍し、一アナウンサーであり続けるために昇進を蹴ってフリーに転身するなど才能と情熱にあふれていたようです。仕事熱心で現場主義という共通点を持つお二人が仲良くなるのはある種の必然だったのかもしれません。津川さんの事件が起きたのは逸見さんが癌に侵された時の話です。発見された時点で病状は深刻であり、即座に入院と手術が必要な状態でした。本人はあくまで仕事を優先するつもりでしたが、周囲に強く治療するよう勧められ施術を承諾します。この時津川さんは本人にも家族にも無断で手術に立ち会いました。近いうちに出演するドラマの役作りのためつてのある医者に頼んだそうです。これは劣気とした違法行為であり、世間に露呈すればたちまち批判の的となることは想像に難くありません。友人の命の危機を役作りの出しにされたたけしさんは憤慨し、あらゆる媒体場面において津川さんの名前すら出さなくなりました。現在は津川さんも帰らぬ人となっていますが、この出来事によって生じた亀裂は二度と元に戻らないでしょう。おすぎ、次はおすぎさんです。弟にして相棒のピーコさんと共にお姉タレントとして一世を風靡した方ですね。バラエティにも引っ張りだこの存在でしたが、たけしさんとは並々ならぬ因縁があります。たけしさんの親友である島田洋七さんへの態度や北野作品に対する批評が二人の不仲の引き金になったと考えられているようですね。前者について島田洋七さんは B&B という漫才コンビで活動していたコメディアンです。2ビートや新助龍介と共に漫才ブームの立役者として人気を博していました。あのたけしさんに漫才では洋七に勝てないと言わしめたほどの実力者で、漫才の腕を競う大会では10週連続でライバルを撃破するという信じられない記録も持っています。共に一つの時代を作り上げてきた戦友として、たけしさんと洋七さんの間には深い絆があったようです。始発電車が来るまで4時間も語り明かし、フライデー襲撃事件でたけしさんが逮捕された折にはただ一人面会に赴きました。それだけでなく沖縄で謹慎生活を送る彼のもとへ頻繁に遊びに行っていたようです。芸能人は売れているやつが好きなんだ、ミーハーの集まりだよとも皮肉っている洋七さんですが、そんな界隈に身を置いているからこそ唯一無二の友を大事にしていたのかもしれません。そしてこの言葉は洋七さん自身も例外ではなかったのです。洋七さんの人気が最高潮に達していた頃、彼の周りには数多くの人がいました。おすぎさんもその一人です。彼の人気にあやかろうとしたのか定かではありませんが、洋七さんに対して旧来の友人のように振る舞っていたといいます。しかし洋七さんの人気に陰りが見えた途端、おすぎさんは手のひらを返してしまったのです。偶然テレビ局ですれ違った
った際に彼は養七さんをしっしっと犬でも追い払うかのように冷たくあしらいました。このことを養七さんはかなり強烈に記憶しているようで、自身の著書にこのエピソードを丸々書くほど怒りが煮えたぎっていたそうです。そしてここまでひどい仕打ちをされたとあってはたけしさんの耳に入らないはずがありません。先のエピソードからもわかるように、大事な人を傷つけられたとあっては黙っていない人です。彼の中でおすぎさんは苦楽を共にした友人に深い傷を負わせた男として刻まれていることでしょう。続いて後者についての詳細です。おすぎさんは映画評論家でもあるのですが、かつて北の作品を酷評していたという過去があります。一方でたけしさんもお前が褒めたものなんて何にも当たりゃしないとおすぎさんの評論に対してさらなる批判を展開しており、両者は一触即発の状態でした。中でもたけしさんの心象をひどくしたと噂されているのが北の作品の3作目であるあの夏一番静かな海への批評です。前述の通りおすぎさんはたけしさんの映画を酷評していました。しかし他の映画評論家がこの作品を絶賛し始めた途端、それに追従するようにおすぎさんも手のひら返しをしたのです。そしてその評論家が制御するとまたも北の作品を厳しく批判するという矛盾した言動を見せていました。その真意はともかくとして、このような態度を取ることは評論家ならば考えられません。この一連の出来事はたけしさんの神経を大いに逆なでしたのではないでしょうか。田中康夫。続いて紹介するのは作家にして政治家の田中康夫さんです。かつて長野県知事を務めていたこともある方ですが、政治家になる以前は地上波の番組に出演していました。彼とたけしさんの因縁は主に著作から始まったと言われています。当時の作風や文中においてたけしさんが尊敬する人をこき下ろしたことが関係しているようです。そして先に挙げた方々よりもはるかにたけしさんが嫌っている人物だと思われます。なぜなら笑っていいともに田中さんが出演した際、突如生放送に乱入した挙句首を絞めて投げ飛ばすという暴挙に出たからです。当時のたけしさんは荒っぽい芸風であり、多少の暴力沙汰は日常茶飯事でした。しかし生放送に乱入してまで息の根を止めようとするのは並々ならぬ恨みがあったとみて良いでしょう。まずは当時の田中さんの作風についてです。いいともに出演していた頃はトレンディーな恋愛小説で女性読者からの支持を受けていました。作家である以上自作品の話が多くなるのは仕方のないことですが、どうすぎれば自慢や自分語りにもなりかねない話題です。たけしさんは女性ファンから支持されていい気になっていると腹を立て、先に述べたような強行に及んだのかもしれません。もう一つの原因である尊敬する人をこき下ろされた件についてですが、田中さんの著書内において立川談志さんをお山の大将と揶揄したことだと思われます。たけしさんは談志さんの弟子でもあり、立川金之助という名前を与えられています。落語のいろはを教わった師匠にして、たけしさんが天才と呼び慕う相手でもありました。そんな談志さんのことを田中さんは著書の中で痛烈に批判しています。全文載せると長くなりますが、要点をまとめると以下の通りです。封建的なものが嫌で落語協会を飛び出したというのに、自ら流派を立ち上げてそこの家元になろうとは、立川流が極めて封建的な組織である以上、ただのお山の大将でしかない。談志さんは落語協会の方針に以前から懐疑的であり、組織を抜けて新たな流派を立ち上げました。しかし田中さんにとっては同じことを繰り返しているようにしか見えず、こんな評価を下したのでしょう。おそらくですが、たけしさんはお山の大将というワードチョイスに引っかかりを覚えたのではないでしょうか。淡々と指摘批判するというよりかは、やゆ皮肉に近い表現です。まして弟子である彼にしてみれば、部外者が知ったような口を聞きやがってと憤慨するのも当然かもしれません。これらの要因が重なったことで田中さんを生放送中に襲撃するほどの憎悪が蓄積されていったのだと考えられます。ということで今回はビートたけしさんと不仲である有名人について紹介しましたが、志村けんさんの芸人からの評価はこの動画で紹介しているのでぜひ見てください。最後にこの動画が面白かった方は高評価だけでいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。